どうもロシングルです。The Stillness of the Window やっていきましょう。さて、本日も朝は卵を取るとこからスタート。水をやらないと花が枯れちゃうんでね。花に、そして植物に水をあげましょうかね。あ、このキノコ取れるんだね。嬉しい。ちょっと待ってね。バケツを。はい。無から有を生み出す。突然現れるバケツ。スタンド能力です。このおばあちゃんのスタンド能力。デフォルトアイテムスターティングです。このキノコ後で回収しよう。これは花か。なんだ。キノコ食べれるやつ取りたいね、いっぱい。はい。シャパシャパー。うわ、花きれいになって、また。ほいほいほい。これも必要かな？もういらないか。いらないやつはいらない。これ取れる？取れるね。素晴らしい。もう食べ物に困らなそうだね。これは素晴らしいぞ。はい、マルケスゴードンいっぱいだ。で、花。これはクリープティーズラスト。これはマウンテンクラウン。うん。ちょっとじゃあ庭の周りをぐるっと一周して、かつキノコを採集しようかな。旅がてらね。あ、じいちゃん来たね。えいよーい、待ってたよ。さて、ほい、あー、ほい、タルマ無事でよかった。近くに狼の足跡を見つけたんで心配になってな。奴らまたこっちに来るかもしれない。気をつけてくれ。君の射撃の腕は知ってるが、狙いがいくら正確でも奴らがいたらじゃどうにもならん。マジかよ。狼来ちゃったよ。じゃあ、ハニーマロウの種、マウンテンクラウン。よし。いい取引をどうもありがとう。じゃあな。あはははあ、手紙読んじゃった。エルゴシティハーバー地区オールドランフォードイン救護室、ソラユマ。タルマ様、お元気ですか？谷は本当に人里離れたところにありますから、こちらで何が起きても変わりはないかと想像します。今朝フェリーで到着しました。海の上には重たい霧がかかっていて、ほとんど息ができなかったほどです。港に着いた時、波止場には誰もいませんでした。そして私が客室を出て陸に上がろうとすると、いつの間にかフェリーからも人が消えていました。その後は日が暮れるまでショップやカフェを巡り、ハーバー地区を隅から隅まで見て回りました。生活の気配やすぐそばを人が通り過ぎていくような空気の流れを感じるのに、この街のどこを探しても人っ子一人見当たりません。今夜はオールドランフォードに宿を取ることにします。外は凍えるような寒さです。雪が降り始める前にここを出られればいいのですが、私がこれまでの人生で少しでもいい行いをしていたら、誰かがこの手紙を見つけてポストに入れてくれるでしょう。どうか元気で伝えたいことがあります。いやー、なんだろうね、息子か娘か、なんかね、すごい堅苦しい文章で送ってくるんですよね。なんか嫌ですよね。良くないことがあんのかな。やだね、やだね、やだね。あと水あげたいよね。まだ半端に水を、種を植えたいんじゃのう、わしゃ。はい、よいしょ。確かね、手紙に種がくっついてきてた気がするんだよね。はい、ハニーマロウ、よいしょ。もう種はないか。さ、水をあげましょう。シャパー。まだまだいっぱい水あるよ。ほい。あ、日が暮れてきた。早いね。ほい、シャパー。そろそろ水なくなる。うん、なくなっちゃった。はい、おしまい。今日の業務終了です。タイムカードを押してお帰りください。ねえよ、タイムカード。さあ、ご飯食おう。ポテト、トマト、キノコ、チーズ、マルケスゴード。卵。卵が山ほどあるね。食べとこう。いいね。ご飯はもう全く困らない。困らないから、
ヤギ、ヤギ手放していいのかな。いやーでも可愛いからな。朝早いでしょ、明日もまた。ファー、オカミ来なきゃいいな。うん、オオカミはいないかな。いないようですね。よし、明日もまた頑張ろう。無事朝がやってきたぜ。さて、そしたらまずは卵だな。よいしょ。鶏がみんなこっから出てくんだよね。かわいいね。卵は5個。ありがたい。植物に水を優先的にあげましょう。そして思い出の地巡りをできればしたい。一箇所行きたい。今日行けるならば。オッケー。さーてお出かけしようかしらね。バッグ持って。収穫しがてらお出かけ。狼来ないよねと思うんだけどね。あ、へい、えいよい、はいはい、来ましたよ。おっちゃん、止まって。ちょっと、お話。ごきげんよう、ご婦人。そうだ、ルナの噂を聞いたぞ。コロニーがどんどん大きくなってるそうだ。さすがはラマだよな。ああ、この話聞いたら、君は絶対にお喜びすると思ってた。頑張ってるやつですね、家族は。はい、では。なんだ、二度呪われた心臓。気になるな。ナンパしたガレオン船から引き上げられたランタン。伝説の海賊バルバロッサが死の直前に自らの魂を封じ込めたという。閉じ込めた。じゃあね、バイバイ。手紙ありがとね。明日もよろしく頼むね。ヤギのご飯はまだ間に合うのか。間に合ってるね。よしよし。この電柱を追っかけ続けるとなんかね、もうこう一個見つかる場所があるっぽいんですよね。なので電柱を追っかけてみよう。さあカメラ引いて。うん、いいね。電柱、電柱。やばくなったらすぐ帰ってきます。大丈夫かな。怖えな。目印がない。自分の足跡だけが頼りだ。うわー怖いね。お、キノコだぞ。やばいかな。やばいやばい、ババイぞ。ババイってなんだよ。うわー急げたるまー、ばあちゃーん。はあつってるよ。エイミは小さい頃この世をラクダに見立てて遊んでいた。ゴーニはいつも2つの昆布の間でぐっすり寝ていた。うわわわわわ、やばい。オカミ気をつけてね、本当に。ピクシーマッシュ。さあ急いで帰ろう、足跡が消える前に。うーわ暗、急げ急げ急げ、やば、早い早い、暗っ、めっちゃ暗い、もうほぼ見えないね。オッケー、岩が見えたね。これ薄く見えるね、岩。よかったー。やばい、タルマばあちゃんも眠い。寝ながら歩いてるよこれ、もはや。すごいよね、街灯がない道を歩いたことある方はわかると思いますけど、本当に真の闇ってのはこんな暗いのかっていうぐらい暗いですからね。一切見えない。さあ狼は来てないか。閉めときましょう。間に合った、よかった。ホタルの明かりだけが唯一の頼みの綱だ。ふう、危ない。急いでご飯食べましょう。よいしょ。ふう、ごちそうさま。さてお手紙。本日のお手紙の時間です。エルゴシティハイタウンクイーンズクラウンスイート206番館エイミーから妹だっけ、お姉ちゃんへ。いつもより早起きした朝、今朝は私のコレクションの中でも最高級の香水で清めたバスに浸かりながらモーニングティーをいただいたの。セレブか。
二人の召使いに髪を編んでもらいながらね、セレブか。その後はエシリアの糸で一番高価なゴールドとバイオレットの潜在区が入ったロングスカートを履いて、ロングローズルビーのガウンを羽織って、まあこの季節にはちょっとびっくりな色だけど、フェスティバルの初日に飛び出したわ。セレブか。本当に面白いの、まーちゃん。絶対に見に来るべきよ。ブドウみたいに柔らかいビーズのブレスレットを握ると素敵な光と香りが溢れてきたり、小さな木の人形が外国語をまくし立てたり、麦わらみたいに細い棒キャンディーがとっても酸っぱくて口の端っこが痛くなっちゃったり、それから定番のお料理たちが漂わせるいい匂い、ガリックレモン、ココナッツミルクシチュー、コーン詰めしたピーマンのオリーブオイル漬け、コリアンダー、ブルース、セージョカにもいろいろ。美味しそうだね。あんまり夢中になっちゃって時計塔の鐘が鳴るたびに振り向いて、もう1時間経ったんだって驚かされるくらい子供みたいだね。指の隙間から砂がこぼれ落ちるみたいに時が流れていくわ。やだ、これじゃまるでガラザが描いてるみたい。多分だけど時が経つのを忘れてヘトヘトになっちゃったなんて人もいるでしょうね。でも私にとってはこういうお祭り騒ぎこそ生きてるって感じがする。こんなに楽しいのは本当に久しぶりよ、まーちゃん。いつもこうだったらいいのに。愛を込めて、みーたるたるさ。うん、楽しそうで何よりだね。なんか楽しそうなの、手紙と、苦悩に満ちたっていうか、反す罪にこう対して悔いてるような手紙が交互に来て、なんだか不思議な感覚ですよね。タルマはこうやって日々生きてるだけだけど、周りではどんどんと別のいろんなことが起こってるっていう。あ、夢の世界だ。ん？お、なんだ？なんだなんだ、街から煙がすごい。工場街かな。なんだろう、すごい人数の人間が一箇所に集まって。ここは農園ですね、風車があるから。タルマばあちゃんの家かな。なんかちょっと違うかな。なんだこれ、状況があまりわからない。これはタルマばあちゃんの夢なのか。あ、タルマばあちゃんいたわ。タルマばあちゃんと、これは誰だ、孫かな、孫か娘か。えいよい、大丈夫かい？あんた本当に大丈夫なのかい？お、なんだ？あ、夢、夢すぎるぐらいの夢だね。ふう、はい、というわけで、ザ・スリヌ、ザ・スリネス・オブ・ザ・ウィンドウ。今回はこの辺りで終わっておきましょう。なんだかこう気になっちゃうね、あの夢。妙に不穏な雰囲気がありますけども、嫌なことが起こらなきゃいいな、本当に。毎回夢見るたびに言ってますけども。はい、というわけでこの辺りで終了します。ご視聴ありがとうございました。アリベデルチ。